はい、こんばんは、たまランチでございます。今日はね、月曜日だっていうのに、週の始まりだっていうのに、まあちょっと大変でしてね、トラブル、お仕事上の起きまして、ボディーブローのようなトラブルでございまして起きた時はまあなんとかなるやろうみたいな、大丈夫でしょみたいな感じから、じわじわと、あれなんかやばくない、あれあれめっちゃやばくないみたいな、まあめっちゃまでもないけど、ちょっとね、そのなんていうのかな、そのトラブルが一箇所で済まずに数箇所にちょっとこうねなっちゃったみたいな、感じがあって、どうにかなったんですけど、まあ、バタバタでしたね、月曜日から本当に。そんな中ね、あれはどういうタイミングだ、トラブルがまだ大丈夫じゃないって言ってたタイミングかな、月ちゃんから歌詞来ましてね、2発目が2月のお、なんか来たと思って、これは今日なんかできるかななんて思ってたら、まあそんなことになりまして、お昼ぐらいかに処理に出かけて、もう帰ってきたの夕方でね、いや今日は無理やろと思ったんですけど、そのトラブルがね、ちょっとこう日をまたいじゃおうかなって思ったのが今日中に片付いたんですよ、どうにか。あ、よかったと思って、で、会社帰ってきて、まあ、ちょっと残務処理といいますか、しながら、はてはてと思って、月ちゃん、そういえば歌詞送ってくれたなと思って、歌詞見てるのと同時に、今日はちょっともうバタバタでさ、月ちゃん、今日はちょっときついかもしれんと。送った後に、歌詞をこう眺めていたら、なんかリズムが出てきちゃったんですよね。おと思って。このリズムにこの歌詞を乗るじゃねえかと思って、乗るなと思って、慌ててスマホの録画ボタンを押して、ギターなしですよ。こう、リズムだけ叩いて、ふんはんふんはんふんはんって入れてみたんですよ。これでもと思ってね。まあ、どっちみち曲にするから。で、なんやかんや残務処理もして帰ってきて、まあ、ダメなら今日なんかまあいいや、なんかパッとやろうと思って、他のを。とりあえずちょっとやってみようかなと思って、やったらできちゃったんですよね。ああ、なんか いったと思って。しかもね、ここのとこ年末から、月田文がちょっとしっとり系のね、まあ、しっとりにしたのは俺なんですけど、曲つけてるからね。あ、でも違うな。歌詞もしっとりしてたからね。曲もしっとりになったんですけど、今日のはね、ちょっとこう、なんでしょうね。ポップになるなと思ってやったらポップになったんで、今日はね、ポップな月田文ですよ。はい。そう。月田文は結構ね、しんみり、激しいロック、激しい系、ハードロック系、パンクはねえな、そういう、あるな、パンクっぽいの、まあいろいろやってるんですけど、これはね、もうポップ。ちょっとロックも入ってるから、まあポップですね。な曲ができましたよ。感電棒、あ、違う、帽子じゃない、感電希望という曲でございます。はい。サクサクいったね。それで、もう早速もうね、これはね、もう、ここのとこやってる、タム弾きベースね。昨日デザイアやったやつ。今日やったら、さらにちょっとなんかね、掴んだね。ちょっとチョッパーっぽい感じにできるだろうと。親指はまだできないんですけど、ペンペンって叩くのができないんですけど、この、残りね、残りのこっちの指でこう、ベリンベリンってこうやるのは、なんとなく分かったから。昨日よりも、その前よりも、今日のがちょっと、まあ、ちょっぱーと言っていいんでしょうか。べしんべしんって感じなベースつけられましたよ。で、バッキングと言いますか。ギターつけて、メロディーつけたところで、とりあえず、バッキング弾きながら歌を取っちゃって、コーラスをつけて、で、ベース。これがね、このタム弾きしたらね、早いのよ。こういう弾き方とかよりも、こういう弾き方ちょっとまだね、こっちが大変だから失敗もするんだけど、
さすがに自分で弾きやすいと思ってやったこのタム弾きは、こっちさえ決まれば結構こっちが行くから、スパッと行っちゃってるんですよ。ベースもね、シュパッと。バッキングついた、歌ついた、コーラスついた、ベースついた、あとギターソロじゃねえかということでね。ギターソロはまあまあ、コテコテなやつつけようと。下から上登ってって、上から下帰ってくれや、みたいな。みたいな感じのソロつければいいやと思って、やってたらね、ここでハプニング起きまして、まあ、感電希望という曲だったんで、その感電ということをギターソロ弾きながら、あ、一弦のチョーキングをギュンギュンギュンってやって、ちょっと感電というイメージを出そうと思って、キュン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 ってやったら切れたんですよ。プチンって、ドゥンわーって切れて、いつもだと、もーってなるんだけど、動画撮ってる時にね、撮りながらこう録音してる時に、あーってピューって切れた時に、あーと思って、なんか冷静に、になってて、あーと思って、ちょっとこう、切れちゃったよ的なリアクションをして動画を止めたんですよ。これ使えると思ってね、あの動画に音源もそのまま使っちゃうということで、プチって切れた後はそれはもちろんその後にとあの垂れない部分入れましたけど、プチッ、まあプチって音まではしてないけど、ボスみたいな音してますけどね。そんなこんなもこれ初ですね、こういうことしたのはね。まあ NG と言いますか、うん、っていうそのまま使っちゃったっていう。まあ、あとこれにドラムつければフルバンドにこれもなるんで、まあやると思いますけど、まあフルバンドするときはちょっとソロはね、取り直すかもしれませんけども、いや、そのままかもしれませんけども、はい、まあ、とにもかくにも、はい、できました。別にね、無理やりやってるわけじゃないけど、なんとなくね、なんか前はそうじゃない時もあったんだけど、なんか月ちゃんから歌詞来たらその日のうちに曲にするっていうねなんか義務感が誰に言われたでもない義務感がありまして、はい、今日はきついかなと思ったんですけど、できちゃったんで出しちゃいました、はい、ということで今日は月タムの新曲、はい、久しぶりにポップな月タムの感電希望という曲、はい、まあ途中でアクシデントもありしなの楽しい動画になってると思いますね。ぜひお聞きになってみてください。あー、もう月曜日からちょっとパワー使っちゃったけどね、ちょっとこの、はい、音楽活動でちょっと充電できたので、また明日から頑張りたいと思います。ということで、月田の新曲の紹介でございました。タムランチでした。それでは今日はこの辺で。